こんにちは、まめと申します。オカルティックデッド実況プレイ続きからやっていきたいと思います。安定では行きましょう。この子たちはさ、この子たちはなんだっけ、なんかあのパパ活してた子たちだよね。事件の名前忘れた。ドッペルゲンガーだ。そうだそうだ、思い出した。あんたら確か不破さんと秋島さんだったかと。あれ新谷さんだったわよね。その説はお世話になりました。その後どうよ、もうパパ活はやめたのか。まあね、さすがにゴリだし怖かったもんね。まあだろうな。それで、新谷さんは私たちに何かご用でも。ああ、今巷で噂のダークライダーって殺人鬼のことについて調べてるんだ。あんたら何か知らねえか。ああ、例の通り魔のことね。でも知ってることと、知ってることって言われても私は何も知らないわよ。そりゃそうか。その通り魔がダークライダーって言われてるんですか。ああ、黒いライダースーツにフルフェイスヘルメットをかぶってるんで、そんな風に言われてるらしい。黒いライダースーツにヘルメットと、秋島みやびが何やら意味深につぶやいていた。何か心当たりでもあんのか。 いえ、心当たりというか、そのなんだ、そんなに言いづらいことなのか。どんな些細なことでもいい、話してくれ。わかりました。ただこれは別の世界線の記憶なんで役には立たないかもしれませんが。そっか、みやびちゃんは何回も死んで世界をなんかやり直すじゃないけどあるんだよね。そんなあれだったふわっとしてるな。構わねえさ。それで、実は私が記憶している別世界線で江口さんが殺されたパターンが何度かあったんですが、その時彼を殺したのがそんな風貌の人物でした。なるほど。このこっちの子、なんだったっけ名前さっきまで読んでたのに、この子が殺されてパパ活のこいつが生き残ってしまった場合はダークライダーが江口を殺してたんだね。なるほどね。江口がどんな状況だったんだ。ごめんなさい、私もよくわからないんですが、ダークライダー、黒いライダースーツの人が江口さんを殺している光景が確かに記憶にあって。そうか、江口もダークライダーに。ということは奴も何らかの裏技を行使していたのか。裏技を行使してたの。全然でもなんか普通にね、この子監禁して殴り殺してたって感じだよね。え、なんか呪いと何か関係あった、あの人。くそ、余計に訳が分からなくなったな。あの曖昧な記憶なんで信憑性はあまりないと思いますけど。いや、秋島みやびの、みやびの記憶は確かだろう。不破ゆり子ちゃんだった。不破ゆり子に関する記憶ならなおさら信憑性はあると思っていい。いいんだ、そんな情報でも欲しい状況だったからな。そうなんですか。力になれたのでしたらよかったですけど。とにかく他にも何か分かったことがあったらまた教えてくれ。わかりました。で、あとは東さんのところに行けばいいんですね。はい、ねんみー、わかるよ。ダークライダーやべえ、怖え、それ本当に怖がってる。なんか殺人事件多いよね。東さんの事務所は確か右側にあった記憶があるので、右から何かが来てる。ガクくんです。はい、でもここ行き止まりだったよね。あれ、待って、どこだっけ。あすまさん迷子になっちゃった。あの迷子なんで連れてってください。お、ありがとう一般男性、
この近くの、探偵事務所ってかなり腕がいいらしい。ということはこの右にあるんですね。危ない人が多い町ね。本当ですよね。気をつけてね。となんか最近嫌なニュースばっかりだわ。と危険ですからね。かわいこちゃんみんな気をつけてね。とはい。やばい、マンション前に来ちゃった右に行こうとか言いながら左に行くっていうね。物騒だしさっさと買いなさい、買いなさい、危ないですからね。呪われてるマジなんですよね、それ。ここはね、坊さん、源さんがお亡くなりになったところですよね。懐かしい、一番初めの犠牲者ですね、源さん。はい、ということで東探偵事務所までやってきちゃいましたね。セーブセーブ、オッケーと。ほい、邪魔すんぞ、邪魔すんなら帰んなーって言われそう。言われなかった吉本新喜劇見すぎだったわ。あ、なんだガックンも来たんだ。まあお前の情報は結構当てにしてるからなそりゃどうも。んで、ガキミネどうなんだ。ちょうどいつもの東の無駄話が終わったところだこれからなんですね、本題は。ちょうどいい時に来ました。んじゃ、俺も同席させてもらうぜ。と、それでガオリンの具合はどうなの。ああ、一命は取り留めたが意識不明だ。今は目覚めるのを待つしかできない。そっか。で、東、お前の掴んでる情報は。情報といっても今回タッキーたちは警察と協力してるんでしょ。だったら警察が掴んでる以上の情報は期待できないと思うけどな。念のためだ、お前の意見も含めて聞いておきたい。期待してくれてどうも。んじゃあとりあえずおさらいがてら。東は手帳を取り出しながら話し始めたと。まず今回の通り魔はダークライダーって名前で取り上げられてるね。テレビのワイドショーでコメンテーターがネットでつけられた、通称を口にしてそう呼ばれ始めたみたいだよ。最初の被害者は後藤達彦。そうですね、後藤、あのやばいセクハラ親父ですね。セクハラパワハラやばいやつですね。ガックンも知っての通り映像制作会社のディレクターだね。殺害現場は街の裏路地、人通りが少ない場所で目撃者はなしだったんだけど、手口が似ていることから警察は同一犯と睨んでいる。次の被害者は神田沙代ね、お医者様ですね、動物獣医さんか、神田動物病院の獣医なんだけど、以前タッキーたちが関わった殺人事件の首謀者として警察が事件に関わった証拠を集めている最中に殺害。この事件では死体の第一発見者がそれらしき人物を目撃している。遺体があった現場を走り去っていったんだって。その第一発見者ってのは駅に向かう途中の大学生だよ。ちなみに証言に矛盾はなかったみたいだね。警察も事件とは無関係だと判断してる。俺も同意、同意見。そうか。で、凶器はおそらく金属製で棒状の鈍器かな。候補としてはバールとか短い鉄パイプとかその辺だね。それで被害者の頭を何度も、何度もか。しかし堂島の話では綾瀬は一度しか殴られてなかったみたいだが、殺し目的じゃないのか。え、なんか考えたくないことも。いや、それはないよな。まさかのさ、香織ちゃんがさ、実はなんか全部の犯人でさ、自分を守るために一回殴られて、私は絶対何も無関係だよみたいなさ。まさかね。いや、だって意識不明になるまで殴られてんだから、それはないよな。ダークライダーが実は香織ちゃんの手下みたいな思っちゃったんだけど、まさかないよね。もうやばい、もう疑心暗鬼だって。その神田沙代事件の時はさ、なんか2人で手組んでたじゃん。あんなんがあったからさ、もう何でもあるよなと思って。はい、殺してないんだもん。だってそこは俺も疑問なんだよね。ただもしかすると今回は前の2件と違って人目があるところでの犯行だから焦っていたのかもしれない。
とも考えられるかな。なるほどな。俺なりの犯人の見解だけど、性別はおそらく男かな。ある程度の力がないと。ちょっと待って、調べるわ。オーダで会ってたわ。オーダで人を殺すなんて結構骨が折れるしね。特に後藤達彦なんて過去にボクシングをやってたみたいだし、通りで殺すのは結構度胸が必要。そうだよね、返り討ちされそうだもんね。っていうことは、腕に自信がある人じゃないとできないよね。へえ。犯人は力仕事でもやってるのかね。やってるのかもね。何か重いものをいつも持っているとか、もしくは危険な仕事をやってて、荒事が得意だとか、それから何らかの犯罪に関わってて犯罪に慣れているって可能性もあるかもな。あー、でもそう思わせることが犯人の目的なのかな。まあ腕っぷしが強い女性だっているもんね。ありえないことではないよな。あ、いや、それともまた東が無駄話を始めた。こいつこうなるとマジで長いんだよな。つまりお前の情報でも犯人は絞りきれないと。まあそういうことかな。この犯人しっかり目撃はされてるのに、自身の特定につながる痕跡の消し方が鮮やかなんだよ。指紋はもちろん、フルフェイスのヘルメットとか全身をライダースーツで覆ってて、体毛も残さないし、街のカメラの、位置を把握しているみたいに、逃走の途中でパッタリと消息がつかめなくなる。なのになんかコンビニの防犯カメラに映ってるってなんか変だよね。通り魔っていう、一見衝動的な犯行のくせに、痕跡の消し方に関しては惚れ惚れするほどお見事なんだよと。そうか、東でも大した情報をつかめてないようだった。どうやら犯人の方が一枚上手だったということか。他に何か聞きたいことはある？いや、もう十分だ。助かった。そろそろ戻ることにするよ。そっか。まあまた何か情報をつかんだら連絡するから、今回は俺も協力させてもらうよ。もちろんお金なんていらないから。ああ、悪いな。助かる。俺と滝峰は東の事務所を出た。新谷、俺は一度事務局に戻ってるが、お前はどうする？さてどうしようか。この町での情報収集は十分だろう。これ以上事件の手がかりになるような情報はないはずだ。このまま滝峰と一緒に戻ってしまいましょう。これ多分まだ公園とか駅とかどっちか行ってなかったらね、自分でもう一回調査してって感じだったんでしょう。戻りましょう。多分大丈夫と思う。ああ、俺もある程度情報は集まったし、戻るかと。分かった。なら戻って今後の動きを決めよう。オッケーと、街での情報収集後、俺たちは再び事務局に集まっていた。全員で帰ってきたみたいだな。違う、全員全員で仲良しか、みんなで、全員帰ってきたみたいだな。何か収穫はあったかと。僕の方は何も得られませんでした。動物との意思疎通ってあんまり難しいとは、難しいことは無理だったみたいです。今まで知りませんでした。そうか。俺の方はいくつかあるぜ。どんな情報だ？まずダークライダーの動きはかなり機敏みたいだな。綾瀬の犯行時に逃げる犯人を目撃した人物がいて、相当に、足が速かったみたいだ。なるほど。運動神経はそこそこあるようだな。ああ、それと以前ドッペルゲンガー事件で依頼人だった不破百合子の友人の秋島雅からの情報なんだが、あいつの別世界線での記憶で江口が殺されたものがあるらしいんだが、それをやったのがダークライダーのような風貌だったそうだ。江口が？ということはあいつも何か裏技に関わっているのか。一見ね、そう関わってるようには見えないんだよね。さあな、そこんところはよくわからねえが、少なくとも無関係ではなかったっつうことだ。あの事件で江口は特に
裏技に関するようなことはやってなかったと思うんだが、くそ、ますますわけがわからなくなってきたな。やはり滝峰もそうらしい。俺だってこの事務局に関わっているという点以外のつながりが全く見えない。で、これからどうするよ。そうだな、とりあえず事件現場に向かってみるか。現場に行けば何かわかるかもしれないからな。江口の家も探索したい。どの事件現場だよ。神田紗代の殺人現場だ。今五十嵐さんたちもあそこで調査しているらしい。なるほど、ちょうどいいかもな。あいつらから話を聞きながらだったら気づけることもあるかもしれねえし。あ、じゃあ早速向かおう。俺たちは全員で神田紗代の殺害現場へと向かった。いますね、西条さん、五十嵐さん。調査中の西条と五十嵐に滝峰が声をかけると、二人とも振り向いた。お前らか、何の用だ。俺たちも事件の調査に来ました。何か新しいことは分かりましたか。特に進展はねえな。犯人特定にはまだ遠い。そうですか。そっちはどうだ、何か分かったことは。いえ、五十嵐さんたちに提示できるような情報はないです。そちらもダメか。一応昭島雅の情報があるにはあるが、その辺を説明するのに苦労しそうだ。それに理解してもらえるとも限らない。そういえば、ここで何の調査をしてるんだ。神田が犯人にマークされていた可能性が高いんだ。こいつが犯人に襲われたのは、張り込ませていた俺の部下を引き上げさせた直後だったから。そうだよね、そうだね、神田さん、張り込ませてたのかよ。なんで引き上げさせたんだ。そうだね、なんで逆に引き上げさせたんだ。なるほど、気づかれたんだよ、あの女。張り込みに差し入れを持ってきたんだそうだ。やば、完全にバカにされてんな。まあなんか面白がってたもんね、神田紗代さん。だから一旦引き上げさせたんだ。部下の間抜けな張り込みの指導も兼ねてな。で、その直後にやられたってわけだ。犯人は神田が警察にマークされていたから、早々に犯行に及んだのかもしれない。思えば後藤の時もそうだった。後藤が殺されたのは警察の五十嵐に目をつけられたことだという可能性はある。警察のことは恐れてはいるんだね。しかし、それはこの二人が裏技を教えられていたという前提の話だ。そうだとすると、今回の綾瀬や昭島みやびの記憶にある江口の件の説明がつかない。もしかすると裏技を教えられたことはこの事件には関係がないのか。そうだよね、江口は教えられてないような。ねえ、え、じゃあ何、マジでわかんない。いや、しかしだとすると、なぜ俺たちの周りばかり。わかんねえな。頭をかきむしりながらつぶやく。そうだ、これから事件現場を回るが、お前たちも来るか。いいんですか。ああ、いいですよね、西条さん。邪魔になられんならかまわんと。ありがとうございます。あんたも丸くなったな。本当だね、最初なんか超邪険にされてたもんね。うるせえ、いちいち茶化してんじゃねえよ。だが、これは願ってもないチャンスだな。要は警察の調査に立ち会えるってことだと。では準備が良ければ始めようか。わかりました。さて、行動開始といくか。お、来た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 、キツネ。ちょっと待ってね。検証、調査、考察、解決でいいんだよね、多分。あれ？検証っていう、待って。もうなんかダメだね、私。ボロボロだ。いいんだよね、多分検証で。はい、行きましょう。現場検証からとね、まずは。神田の事件現場、五十嵐が俺たちに事件当時の状況について説明してくれることとなった。
俺たちは事件の流れについてはほとんど何も知らない。詳しく聞けるいい機会だと。ではまず、この神田沙代の事件現場だ。最初に事件の流れを説明しておこう。神田沙代殺害当時の状況と。うやび。5回ぐらい殴り倒したね。このような流れで殺害されたと見ている。神田沙代殺害時、犯人は家の塀の間に隠れていたのだろう。その根拠は、神田の事件で使われた廃屋に何者かが侵入していた痕跡があった。おそらくここで待ち伏せしていたんだ。神田沙代が何らかの理由で現場に来ることが分かっていたのかもしれないな。事件があった廃屋にそんなに簡単に入れるもんなのか。いや、当然立ち入りは禁止していたさ。廃屋には立ち入り禁止のテープを貼っていたが、破られていたんだ。へえ。事件後、犯人は駅方面へ逃げたところを目撃されたようだが、その後の足取りは不明。まるで街中の監視カメラの場所を把握しているように痕跡はなかった。神田は塀にもたれるようにして死亡していた。死因は頭部を鈍器で殴られたことによる撲殺。それも複数回にわたって殴っている。犯人はいつ頃から廃屋に潜んでたんだ。わからん。それも調査しているんだが、ここへ来る人間を映しているカメラなんてないんでな。全て把握することは限りなく不可能に近い。そうか。今のところこの現場でわかるのはこんなところだ。分かってはいたが、犯人特定につながる手がかりはなしか。では次の現場に向かおう。次は後藤達彦の現場だ。そのまま俺たちは後藤達彦の殺害現場へと向かうと。懐かしいここですね。ここが後藤達彦の殺害現場だ。ここもまずは事件の流れを説明しておこう。後藤達彦殺害当時の状況と。後ろから来たんだっけ。まあなんか後藤の場合はボクシングやってたっていうからね、正面から真っ向勝負だとちょっと怖かったのかな。深夜帯の犯行だったせいか、目撃者はなしだった。殺害されたのはおそらく例の事故物件での事件を解決した直後だ。こんな人通りの少ない裏路地で犯行を呼んでいるあたり、ずっと後藤を尾行していたんだろうな。隙を伺っていたのは間違いない。そう、気になるのはそこなんだよな。後藤はなぜこんなに早く殺されたんだ。あの事故物件で俺の調査が失敗して後藤を取り逃していたら、後藤が警察に目をつけられることもなかっただろう。そっか。だとすれば、犯人はあの事故物件の事件が解決されてしまい、後藤が警察に目をつけられるということがあらかじめ分かっていたってことか。まさか予知されていた。別世界線の記憶を持つ昭島みやびのような人間もいるくらいだ。絶対にありえないということはないが。他の世界線も見えてる人。いや、わかんないよね。くそ、いまいちしっくりこねえな。この事件には大した手がかりはなくてな、事件と事故の両方で調査中だったんだが、神田沙代の、件で他殺の線で取り扱っている。事件として取り扱った根拠は、頭部の打撲痕が神田沙代のものと酷似していたことと、遺体の周りに事故の痕跡がなかったことだな。そうだね、頭部打撲だったら事故の場合はね、周りに何か落ちてるよね。まあ仮に上から鉄パイプでも落ちてきたんだとしたら、周りに散らばってないとおかしいしな。今この現場でわかることはそれくらいだ。気になることがなければ次へ向かおう。おーい。そして最後の綾瀬香織の事件現場へと向かう。最後はここだ。綾瀬さんが襲われた現場だ。堂島さんから聞いていた事件の流れはこうだ。綾瀬香織、襲撃当時の状況。そっか、殺害じゃないもんね。そうだね、2人で歩いてて、で
こう向き合ってなんか話してたんだよね。なんで向き合うことになったんだっけ。この現場は見ての通り深夜でも人通りがある。そしてコンビニの目の前だったことから店の防犯カメラにも犯人の姿が確認された。やはり一番わからないのはこの事件だな。後藤と神田の事件は二人とも裏技を使った事件の実行者で、かつ警察にマークされていたという共通点がある。しかし綾瀬の件でこの説が崩れてしまう。無論綾瀬が俺たちの知らないところで何らかの裏技を行使していた可能性も考えられなくはないのだが、何かしっくりこない。先の2件の犯行は2つとも目撃されぬように最大限の配慮があった。神田の時は運が悪かったんだろうな。しかしこの事件は明らかに不用意だ。この事件だけ犯人が別である可能性も考えている。確かにそれも一つの可能性だ。もし同一犯であればすぐにでも綾瀬を襲う理由があったと考えられそうだが、たくわけがわかんねえな。結局犯人につながる手がかりはつかめませんでしたね。いや、事件のおさらいができただけでも上等だろう。でお前らはこれからどうするんだ。俺らは引き続き町の記録媒体を探ってみるつもりだが。そうですね、ここからは俺たちなりに調査してみます。この事件の被害者はうちに関わった人間ばかりですし、そのあたりを切り口にしてみようかと。そうか、わかった。何かわかったらまた連絡してくれ。はい。五十嵐、行くぞ。はい。そう言って西条と五十嵐は去っていった。何も今のところは本当に手がかりがなしなんだよね。さて、じゃあ俺たちも本格的に調査を行おう。具体的にはどうするんだよ。情報収集だな。とにかくダークライダーに関する情報を徹底的に集める。例えばどんな？まず被害者の情報だ。彼らが本当に裏技を行使していたことで狙われたのか否かは、判断できるだけの手がかりが欲しい。つまり後藤と神田と綾瀬の情報ってことだな。ああ、そして新谷が秋島さんから聞いた情報も気になる。ダークライダーの被害者が他にいないかということだな。そうだね。確かに秘密裏に行われた犯罪もあるかもな。死体が発見されてないだけで他にもやってる可能性はあるか。ああ、そして最後に犯人をプロファイリングできる材料が欲しいところだな。プロファイリングって何ですか？犯人の特徴を分析することさ。それができるだけのネタがいる。どんな些細な情報でもいい。例えば凶器を持っていたのが、持っていた手が右か左とかな。今んとこ足が速いと鈍器で殴り殺してるぐらいだね。あとね、もう体毛も残さないフルで装備してるみたいな。あー、そうか。それで利き腕を推測することもできますね。そういうことだ。そのあたりをいろいろと調べてみてくれ。わかりました。一刻も早く犯人の目的を解明しよう。特に綾瀬が狙われた理由がわからずじまいだと俺たちが危険なのかどうかさえ判断ができないからな。了解。じゃあ早速行動開始するぜ。ああ、頼んだ。はい。ということで調査が開始するんですが、今回はじゃあここで終わっときますか。次回調査からやっていきましょう。マジでダークライダーって何なんだ？犯人は誰なんだ？目的は何なんだ？気になることがいっぱいですね。ということでご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。マイチー。